そ緑に囲まれたスタジオカーサ・ディオゲネスからお送りするのは、いろんなジャンルからさまざまな時代の名曲選。今日はフランス音楽。お二人のピアニストの演奏で19世紀末から20世紀に活躍したドビッシー、ラヴェル、フォーレの作品をお楽しみください。Thank you.
疲れ様でした。先ほどの演奏はどのようなお気持ちで演奏されましたでしょうか。少しお知らせください。はい、ドビュッシーの水の繁栄、水に映る影というふうに訳されることもあるんですけれど、水を見ながら影が二つになったり合わさったり、そんな感じを思い描いて弾きました。ドビュッシーに会ってからはもうこの彼のイマジネーションというか、その世界に触れることができて、ピアノを弾いているというよりも本当にこのイマジネーションの世界に酔えるということに目覚めて、今は一番しっくりとしているのはドビュッシーです。あと何十年弾けるか分かりませんけれど、はい、生涯頑張っていきたいと思っています。
のターンで、どんな思いで演奏されましたでしょうか。そうですね、こちらの水のタームレは印象派の先駆けと言われている作品なんですけれども、印象派というとちょっともわっとしたような霧にかかったようなイメージがあるんですけれども、三好明先生がインプレッショニズムという印象派はインプレスっていう中に刻印するっていう意味があるとおっしゃっていて、でそのようなことをイメージして細部まで割とはっきりと楽譜を見るように意識して演奏しました。さまざまな作曲家と出会われたと思うんですけれども、自分の一番しっくりきた作曲家、自分の一番共感する作曲家などありますでしょうか。そうですね、私はシューベルトとスクリャービンが特に自分に近いと感じていて、2人っていうのは割と、繊細で心のひだがちょっと微妙に揺れ動くようなところがあるので、そういうところが好きだなと思っています。最近はオペラなどに興味があるので、歌の方と、オペラやリートなどをやっていきたいと思っています。はい、ありがとうございました。ではここからは2人で連弾をお送りします。今回はフォーレのドリー、2人の初共演の曲です。それではお聴きください。